にちは、こんばんは、やっほーここです。はい、今日もやっていこうと思います。今日は前々回の動画の、コメント欄にエンジョイさんからなんですけど、そういえば海水水槽に生物兵器を迎えして、その後海水水槽はどうなったのっていうことを聞いていただいたので、今日はそれについてやっていくよ。コメント欄は毎回チェックしておりますので、コメントしてもらえるととっても嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではやっていこう。今から約1ヶ月前に生物兵器のヤドカリを50匹お迎えしました。この当時の水槽はライブロックからトロロ昆布のような藻がたくさん生えてしまっていて、サンゴの魚雷にも生えており、とても見た目が悪い状態でした。そして今の水槽の様子はというと、こんな感じです。ちょっと寄ってみていきたいと思います。ぱっと見ですが、そこまで苔がひどいという感じではなくなりました。緑の芝生のようなところが残っているんですけど、この部分はとても硬いのでヤドカリたちは食べないので、自分で取るか、まあ残しておくかなんですが、私は残しておこうと思います。奥に黄色い銀河ハゼくんが見えるんですが、わかりますか？うちの銀河ハゼくんはランドール2匹と共生しているんですけど、ランドールたちが掘った穴を住みかけをしています。ちょうど今ランドールくんが出てきました。めったに見れません。ちなみにランドールくんたちは穴を掘って住みかを提供する代わりに、銀河ハゼくんは目の悪い彼らを守る役目をしてあります。こうして穴から体を出して番犬、いや番魚をしております。この信頼性って素晴らしいですよね。人間関係で裏切られることはあっても、魚関係での裏切りはないですもんね。はい、ちょっと脱線してしまいました。苔の話に戻りたいと思います。ちょっとライブロックを見ていきます。こちらのライブロック、苔がほぼないですね。今ヤドカリが2匹お掃除中みたいです。この上の方行くと、ちょっともわっとした藻が生えていて、芝生っぽいものもあります。この部分はライブロックを浮かせていて、ヤドカリは来れないので、私がたまに手で苔を取ってます。はい、下の方へ行くと、こちらもやっぱり硬そうな苔、ま、藻が生えていて、これはやっぱ食べれないんでしょうね。なので残ってしまっています。ただ1ヶ月前のようなトロロ昆布みたいな藻はなくなった気がします。左端のライブロックを見ていきます。こちらはとても綺麗ですね。でやっぱりヤドカリが食べてくれています。この上に行くと、そうですね、やっぱり硬い芝生のようなものだけ残っていて、あとの苔はなくなっています。で奥にジョーがいるんですけど、このジョーの奥のライブロック、ここがまだ苔がありますね。ちょっとジョーのところを横から見ていきます。やっぱりこの奥のところが苔が多いですね。でこの手前の部分はすごい綺麗になってます。なので、あとこの奥の部分だけを集中して苔掃除していただければと思います。ヤドカリさん頼むよ。そうなのよね、てかね、この下私ん家なの、だからなおさら綺麗にしてちょうだい。ただね、全然動かないんですよヤドカリで。大事な緑石をアスレチックと勘違いしている。まあでもなんか可愛いっちゃ可愛いんですけど、ここまでねサンゴの上に乗られちゃうとちょっと弱っちゃうんじゃないかって思っていたら、この根元の方色が抜けちゃいました。というわけで、じゃん、新しい生物兵器をお迎えしました。こちらはエメラルドグリーンクラブと言います。ヤドカリたちみたいにね、アスレチックで遊ばないで、せっせと苔のお掃除をしてほしいと思います。ほんとびっくりなんですけど、すごい掃除してくれてる。しかもね、あんなてっぺんにいます。どうやって行ったの？
いやー、というわけで1ヶ月前と比べたらだいぶ苔はなくなってきました。とろろ昆布のような苔もなくなってきて、見た目もすっきりしてきました。ただあの子すごいわ。エメラルドグリーンクラブ、この子おすすめ。雨にも負けず水流にも負けず、エメラルドグリーンクラブ、今後苔がなくなる日は来るのでしょうか。ちょっと楽しみです。そして夜はなんとヤドカリたちと一緒に眠るエメラルドグリーンクラブでした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。アテンションプリーズ、今日も見てくれてありがとうございました。みんなからのいいねやコメント待ってます。またインスタやツイッターもやっております。ぜひチェックしてみてね。